皆さん、こんばんは。今回のトピックはピラミッド内部で発見されるミイラの保存状態が良好な理由は何かです。まず、ミイラの保存状態がなぜ重要なのかについて簡単に説明します。ミイラは古代エジプト人の死後の世界に対する信仰と密接に関連しています。彼らは死後も肉体が存在することで、魂が永遠の命を享受できると信じていました。そのため、ミイラの保存状態が良好であることは、古代エジプトの宗教や文化を理解する上で非常に重要です。次に、ミイラの保存が良好である理由を詳しく見ていきましょう。まず一つ目の理由は、古代エジプト人が持っていた高度な防腐技術です。彼らは人体を防腐処理するためにナトロンという天然の塩を使用しました。ナトロンは、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、塩化ナトリウムなどの成分を含んでおり、これが細菌やカビの繁殖を抑える効果があります。遺体をナトロンで覆い、数週間かけて乾燥させることで、腐敗を防ぐことができたのです。また、ミイラの内臓を取り除くことも重要なステップでした。内臓は腐敗しやすいため、これを取り除くことで遺体全体の保存状態を大幅に改善することができます。古代エジプト人は内臓を取り出し、カノコス壺という特別な容器に保存しました。特に脳は鼻孔から取り出され、心臓だけが遺体に残されました。これは、心臓が来世での審判において重要な役割を果たすと信じられていたからです。次に、ピラミッド内部の環境条件もミイラの保存に大きく寄与しています。ピラミッド内部は非常に乾燥しており、温度も一定に保たれています。これは、微生物やカビの繁殖を抑えるために非常に効果的です。乾燥した環境は、遺体の水分を迅速に蒸発させ、腐敗を防ぐ役割を果たします。また、ピラミッドの構造自体が外部からの汚染物質や湿気を遮断するため、ミイラが長期間にわたって良好な状態で保存されるのです。さらに、ピラミッド内部の化学環境も重要です。石材に含まれるカルシウムやその他の鉱物が、保存に適した微妙なpHバランスを提供します。これにより、遺体の腐敗を促進する化学反応が抑制されます。また、ピラミッド内部の空気循環が限られているため、酸素供給が少なく、酸化による腐敗も防がれます。ここで、最新の科学的知見をもとにした研究をいくつか紹介します。2018年に発表された研究では、ミイラの保存状態をさらに詳しく調べるために、全コンピュータ断層撮影や電子顕微鏡が使用されました。これにより、ミイラの内部構造や保存状態を非破壊で詳細に分析することが可能となりました。特に、皮膚や内部組織の微細な構造がどのように保存されているかを明らかにすることで、古代エジプト人の防腐技術や環境条件の影響をさらに理解する手助けとなります。また、ミイラの化学分析も進行中です。質量分析法やガスクロマトグラフィー質量分析を用いることで、ミイラの遺体や包帯に使用された化学物質や防腐剤の成分を特定することができます。これにより、古代エジプト人が使用した具体的な防腐剤やその効果を科学的に評価することが可能となります。例えば、ミイラの包帯に含まれるレジンや香料、さらには植物性オイルの成分がどのようにして防腐効果を発揮しているのかが明らかになります。さらに、微生物の役割についても触れていきます。最近の研究では、ミイラの保存状態に影響を与える微生物の種類やその活動が調べられています。次世代シーケンシング技術を用いることで、
ミイラの遺体や周囲の環境中に存在する微生物の DNA を解析し、その多様性や機能を明らかにすることができます。この情報は、どの微生物がミイラの保存に寄与しているのか、または逆に腐敗を促進しているのかを理解するための重要な手がかりとなります。また、ピラミッド内部の環境条件を再現する実験も行われています。例えば、特定の温度と湿度条件下で防腐処理された遺体を保存し、その経過を観察することで、どのような環境が最も効果的にミイラを保存するかを評価することができます。これにより、古代エジプト人がどのようにして最適な保存環境を作り出していたのかを理解する手助けとなります。ここで、専門家の意見も取り入れながら話を進めていきましょう。エジプト学の権威であるジョン・テイラー博士は、古代エジプト人が持っていた防腐技術は非常に高度であり、彼らが使用した材料や手法は現代の科学でも評価されるべきものですと述べています。彼の意見は、古代エジプト人がどれほど高度な技術を持っていたかを理解するための重要な視点を提供してくれます。また、科学者のサラ・ハーキンス博士は、ミイラの保存状態を評価するためには、最新の科学分析技術を駆使することが不可欠です。これにより、古代エジプト人が使用した防腐剤やその効果を科学的に証明することができますと述べています。彼女の研究は、ミイラの保存状態を科学的に解明するための重要な手がかりとなります。次に、このミイラの保存状態が解明された場合、人類にとってどのようなメリットがあるのかについて考えてみましょう。まず第一に、考古学や歴史学の分野において、古代エジプトの文化や宗教についての理解が深まることが挙げられます。特に、ミイラの保存技術やその背景にある信仰についての新たな知見は、古代エジプトの社会や人々の生活をより具体的に理解する手助けとなります。ここからは、さらに専門的な視点でミイラの保存状態について掘り下げていきます。まず、ミイラの保存状態に影響を与える化学反応について詳しく見てみましょう。ミイラ化の過程では、主にタンパク質の変性と脂質の酸化が関与しています。タンパク質の変性は、ナトロンやその他の防腐剤によって引き起こされ、これにより細菌や酵素の活動が抑制されます。一方、脂質の酸化は、酸素供給が限られた環境下で進行しにくく、これがミイラの保存状態を良好に保つ要因となります。次に、防腐処理に使用されたナトロンの化学的特性について詳しく見ていきましょう。ナトロンは、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、塩化ナトリウム、および硫酸ナトリウムを主成分とする天然の鉱物であり、そのアルカリ性が防腐効果を発揮します。特に、炭酸ナトリウムはタンパク質の変性を促進し、細菌やカビの繁殖を抑える効果があります。また、重炭酸ナトリウムは緩衝材として機能し、pH を安定させる役割を果たします。さらに、ナトロンが持つ吸湿性も重要なポイントです。ナトロンは高い吸湿性を持っており、遺体から水分を迅速に吸収することで、腐敗を防ぎます。この吸湿効果は、乾燥した環境と相まって、ミイラの保存状態をさらに良好に保つ役割を果たします。ここで、ミイラの保存状態を評価するための最新の分析技術についても触れておきましょう。例えば、フーリエ変換赤外分光法は、ミイラの組織や包帯に含まれる化学成分を非破壊で分析するための強力なツールです。FTIR を用いることで、防腐処理に使用された化学物質やその劣化具合を詳細に調べることができます。例えば、ミイラの包帯に含まれるレジンや香料の化学構造を特定することで、
古代エジプト人が使用した具体的な防腐剤の成分を明らかにすることができます。またラマン分工法も重要な分析技術です。ラマン分工法は光の散乱を利用して物質の分子構造を解析する技術であり、ミイラの保存状態を評価するために使用されます。例えばラマン分工法を用いることでミイラの皮膚や内部組織に含まれる化学成分の変化を詳細に調べることができます。これにより防腐処理の効果や保存状態の評価が可能となります。さらにミイラの保存状態を評価するためには熱分析も重要です。熱重量分析や示唆操作熱量測定はミイラの組織や包帯の熱的特性を調べるための技術です。TGA は飼料の重量変化を測定し、分解温度や吸湿性を評価することができます。一方、DSC は飼料の熱的変化を測定し、ガラス転移温度や結晶化温度を評価することができます。これらのデータはミイラの保存状態を詳細に理解するための重要な情報を提供します。次にミイラの保存状態に影響を与える微生物についても詳しく見ていきましょう。次世代シーケンシング技術を用いることでミイラの遺体や周囲の環境中に存在する微生物の DNA を解析し、その多様性や機能を明らかにすることができます。特にメタゲノム解析は環境中の微生物のゲノム情報を一括して解析する手法で、どの微生物がどのような役割を果たしているのかを詳細に調べることが可能です。これによりミイラの保存に寄与する微生物と逆に腐敗を促進する微生物を特定することができます。またミイラの保存状態をさらに理解するためにはバイオインフォマティクスも重要な役割を果たします。バイオインフォマティクスは生物学的データを解析するための計算技術であり、大量の DNA シーケンスデータを解析するために使用されます。これによりミイラの保存状態に関連する遺伝子や代謝経路を特定し、どの微生物がどのようにして保存に寄与しているのかを詳細に理解することができます。さらにミイラの保存状態を評価するための新しいアプローチとしてプロテオミクスも注目されています。プロテオミクスはタンパク質の総体を解析する技術であり、ミイラの組織や包帯に含まれるタンパク質の変性や劣化を詳細に調べることができます。これにより防腐処理の効果や保存状態の評価がさらに進化します。微生物学者のジェーン・スミス博士はミイラの保存状態に影響を与える微生物を特定することは保存技術の向上に直結します。次世代シーケンシング技術やメタゲノム解析を駆使することで保存に寄与する微生物を特定し、その活性を理解することが重要ですと述べています。ピラミッドの謎を解明するための研究は今後も続けられるでしょう。そしてその成果は古代エジプト文明の理解を深めるだけでなく、現代社会の技術的進歩にも寄与することでしょう。ピラミッドが持つ驚異的な技術と知識は私たちがまだ知らない多くの秘密を内包しているのかもしれません。その解明が進むことで人類の知識と技術はさらに進化し、より豊かな未来を築くための礎となるでしょう。